巨人ファン大竹の人的保障でマイケン取るんを。人的保障ってよくわからんけど、マイケンとか菊池とか取ったらダメなん？おいおい、なんでもありか。何の保障なんですかね。大竹が活躍できなかった場合の保障。ただのジャイアンやんけ。なんで巨人側だけバイク不死だよ。ネタにしろマジにしろ草不可避。なんで取られた球団が保証でさらに取られるんですか、ふんぬ。ご祝儀やめろ。ここまで突き抜けてると逆に可愛いよ。人的保証を人質と勘違いして、大竹が万が一巨人に来なかった場合に代わりにもらえると思ったのか。ジャイアニズムで草不可避。大竹の人的保証の人的保証やろな。これほんと好き。この後さらにとんでもないこと言ってたよな。あ、ちゃんとプロテクトとかいうのがあるじゃん。堂林とかそこら辺もプロテクトかかってそうだし、金銭かな。うん、この発想。ちなきょやが大草原不可避。これ大竹の人的保障って巨人以外から選んだらあかんの？ってスリスレでみんなが遊んでたレスの一つじゃねえか。ネタだとしても面白すぎる。スリスレの中の発言だが面白すぎた。やっと落ち着いてきたけど、久々に涙が出るくらい笑ってしまった。